下立松原神社は、千葉県南房総市にある神社である。同盟者が、旧白浜町と旧千倉町に2社ある。いずれも天日和氏命を主催神とし、式内社、安房国朝日奈郡下立松原神社の後営者を、称している。長らく論争となっていたが、結局どちらにも決め手がなく、そのままとなっている。どちらの社殿でも、天根府命と共に、 安房に渡り当地を開拓した、天日わし命の孫の遺物主名が、神武天皇元年に、天日わし命を祀ったのに始まると伝えている。南房総市白浜町の下立松原神社は、天日わし命、アの太玉の命、天根ネ命、イザナギの命、異常殺命を主催が見とし、アハ別彦命、須佐ノの命を廃止するほか、近隣の神社の合祀により、 以下の十八柱の神を合わせ祀る。吉経木には、石橋山の合戦に敗れた、源の頼朝は、安房に逃げ延びたが、まず、須崎神社に参拝した後、滝口大明神で一用を明かしたとある。江戸時代以前には、小高明神、滝口明神と称していた。天府、命らが安房に上陸した時、当地には、鹿が多く住民が困っていたので鹿狩りをしたという。 伝承があり、それにちなんで、旧暦11月26日から10日間、神事として、かがり祭りが行われる。拝殿の右側に、雨の皆中主の命を祭る天神社がある。式内社であるが、昭和3年に当社に合祀された。元の天神社の社殿は、当社境内に移築され、御輿殿として使われていたが、後に、御輿殿が別に作られ、改めて、天神社社殿とした。 南房総七倉町の下立松原神社は、天日橋命、この花咲くや姫命、つくよみ命を主催神とする。鎌倉に幕府を開いた、源頼朝が、当社の末社、五霊、白畑神社に、源頼地下、吉家の木造と、薬師如来の像、頼朝自らが所写した大般若経六百巻を奉納した。大般若経は、明和九年に、 今塚に収められた。ありがとうございます。